はい。ということで、今日もですね、フワちゃんの安子に対する誹謗中傷投稿が大炎上してる件についてですね。で、今日ですね、もうね、わかる人もいると思うんですけれども、結構ね、動きありましたよね。なんと、まあ、なんとでもないですよね。なんとでもないんですけれども、フワちゃんが活動休止を発表しましたよね。そして、今日はね、何やるかっていうと、そのね、活動休止にした本当の理由とかやってきますね。そして、あとですね、今更ながら、あのね、本当は、まあ、フワちゃん曰くですけれども、本当はですね、 投稿をね、するつもりはなかったとかって、あのね、変なストーリー説明しましたよね。だから、再謝罪文ですね。で、あれが実はですね、結構ね、すごい考えられたストーリーだったって話があるんですよね。そして、やっぱりですね、フワちゃんの親友の A マスターの可能性も危うしって話とか、あと、久しぶりにですね、あの人、170センチない男は人権ないって言って、まあ、それでおなじみのタヌカナさんですね。で、この人がこの件に触れてですね、結構ね、話題なんですよ。これも紹介していきます。はい、ということで、まず最初はですね、やっぱりこれですよね。 今日の朝9時半、ちょうどなんですけど、これね、ちょうどですが多分ね、朝の9時半に投稿される、そういったね、設定にしてたんでしょうね。で、これが、これです。そう、とか、だからフワちゃんのツイッターの投稿ですね。いつも応援してくださってる皆様、お世話になってる関係者の皆様へ。まあだからね、僕ら、皆さんじゃないですよね。まあね、こういった投稿したんですよ。で、ここに長文で、ね、こんな感じ。まあ今回ちょっと短いか。これちょっと読んでいきますね、短いんで。いつも応援してくださってる皆様、お世話になってる関係者の皆様へ。 まずはじめに、いつも応援してくださっている皆様、そしてお世話になっている関係者の皆様に、大きなご迷惑とご心配をおかけしていることをお詫びいたします。この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して、精進します。ふわちゃんって言ってますね。とのことです。ちなみにこのね、最後のね、ふわちゃんって部分、これね、ここが気に食わないって人結構いるみたいなんですよ。結構いるんですよね。これね、他の人はみんなですね、謝罪で、 本名でしている。だからね、普段はゲームでも、これ謝罪文は本名でしているっていう人が多いってことで、それでね、怒ってる人、まあまあいるんですよね。で、これね、ふわちゃんはさらにですね、有吉の夏休みってね、番組の中で、すでにね、本名を公表済みで、だからね、本名で書けよって、真剣さが足りないって結構言われてんですよ。まあ僕自身はね、別に何も思わないですけれども、結構言われてんですよ。で、これちなみにですね、ふわちゃんの本名って言うと、これね、これです、これ。ふわはるかなんですよ。なんかすごいこれ、めっちゃかっこよくないですか ふわはるかって、響きもいいし、そしてね、文字もかっこいいですよね。まあだからこそ、ふわちゃんって崩してるかもしれないですよね。ただこれね、謝罪文にはね、本名を書きよって人もまあまあいるってよね。で、とりあえずね、ふわちゃんははるかちゃんだったってよね。で、まあこれですね、今回ね、芸能活動お休みってことですから、まあ、テレビに限らず、YouTube、SNS もしないんでしょうね。ただこれね、皆さんね、知ってると思うんですけども、もともとね、ふわちゃんって言うと、今年の3月にアメリカに移住してんですよね。で、仕事のペースもかなり落とすって発表してるんですよね。 で、だから今ですね、オールナイトニッポンなんかもこう収録したものを放送してるんですよね。まあ、全部じゃないと思いますけれども。だからぶっちゃけですね、フワちゃんとしては、普通にですね、芸能活動を休止しても、海外で楽しく留学してるだけなんだろうなと思うんですよ。で、それがね、今年いっぱいなのか、もう少しなのか、とにかくね、エンジョイしてから戻ればいいやって考えかなと思うんですよ。ま、あ戻れればですけれどもね。だからね、戻れれば逆に最高かもしれないですよね。だからちょっとね、個人的にあんまりね、このね、芸能活動を休止にかわいそうって気持ちはないんですよね。 ででもですね、そうは言ってもね、今回ふわちゃんっていうのは即謝罪したけれども、即謹慎、活動休止しなかったじゃないですか。だからやっぱね、そうは言ってもね、芸能活動は続けたかったと思うんですよ。それは確かだと思うんですよ。でもこれぐらいですね、じゃあね、なんでこのタイミング、ちょっとね、遅れてますよね。この遅れたタイミングで芸能活動休止、発表したのか。それが、おそらくね、これが理由かなと思うんですよ。ちょっとこれね、読んできますね。 フワちゃんが謝罪文で名前を出したことで、結果的にカノンさんと森本さんは余計に注目されてしまったわけです。SNS の声にもありますが、フワちゃんが否定しても逆に、両者の関与を疑う声が出てしまってますよね。そのため、両者のマネジメントサイドは今、フワちゃんに対してとても憤っていると聞こえてきますね。ワイドショー関係者。フワちゃんの謝罪文に名前が出てきたことから、カノン森本の X はあり始めてる。って感じらしいんですよ。まあこれね、何もね、この件にね、多分ね、何も関係なかっただろう。指原さんの SNS でも、結構ね、 フワちゃんと悪口言って楽しんでたんだろうとかっていろいろね言われてんですよね。だったら余計ですね、これ、フワちゃんがね、A マスのカノンさんやトンツカタンの森本さんへ、問題のね、あの、安子の誹謗中傷投稿を見せたとは言わないものの、でもね、カノンさんと森本さんと一緒にいるときにですね、それをね、誰から見せて楽しんでたって言っちゃったものだから、それはね、燃えるよねって燃やされるよねっていうね。で、これね、ちょっとね、例えばですね、A マスのカノンさんのツイッターとかね、僕ちょっと見てみたんですよ。チェックしてみたんですよ。それゃちょっとね、これ、 微妙な投稿が最後になってんですよ。カノンさんの投稿、最後の投稿、これなんですよ。これ。夏休みです。なんか、笑顔、笑顔、笑顔みたいな。これが、最後の投稿なんですよ。これね、8月3日の投稿が最後で、炎上が翌日起きてるんですよ。で、皆さんね、知っての通り、これね、カノンさんが投稿してる夏休みで、みんなでですね、だフワちゃんと一緒に海水浴とか旅行に行ってて、そこでフワちゃんの例のね、誹謗中傷ツイートを投稿って感じなんですよ。だからね、 めちゃくちゃ微妙なところで SNS がね、止まってるんですよ。で、このですね、今あった加納さのツイッターですけれども、このね、リプ欄見てみると、まあね、結構ね、えぐいんですよ。えぐいリプ、えぐいコメントがすごいついてるんですよね。で、中でもね、まだ、まだちょっとはね、紹介できそうなものでこんな感じ。だからね、もっともっとひどいんですよ。紹介できそうなものでこんな感じ。この件について説明いただきますでしょうかとか、あとですね、巻き込み事故とか、あとですね、 芸人ふわ A マッソ加納、トンツ森本、旅行中に誹謗中傷投稿大斬り、友はるいを呼ぶ。まあ、るいをとも呼ぶですよね。あとですね、これなんとね、加納さんのマネージャーのアカウントにもね、こんなね、リプついてました。好きだったのに最悪です。同類に見られますよ、悲しいですっていう。まあ、なんから多分ね、ファンの人ですかね。ファンの人は悲しんでるっていうね。で、どうなったかっていうと、あ、これさっきあったかな。そのため、両者のマネジメントサイドは今、ふわちゃんに対してとても憤通ってると聞こえてきてますね。って言われてるっていうね。で、ちなみにこれですね、これ A マッソの加納さんが 渡辺エンターテインメント、まあ大手ですよね。で、森本さんも人力車、お笑いの大手ですよね。で、そこにフリーのフワちゃんが名簿をかけたんだから、それだけでもちょっとね、干されるかもっていうね。だからね、このままだと、まあね、A マスの加ノさんとかね、やばい核発言とか掘り返されてるんで、まあ最悪ですけれどもね、他の人も道連れで活動休止。A マスの加ノさんも活動休止とかね、最悪の最悪の最悪,の最悪ですけれども。 で、まあね、そうじゃなくても、明らかに仕事に影響が出るってことで、フワちゃんはですね、今回ね、活動休止を選んだんじゃないかってことなんですよね。まあ、選んだというか、可能さんがね、渡辺エンターテインメントで森本さんが人力者ですから、まあそっからもね、そっからも直接ね、言われたでしょうね。頼むから活動休止してくれって言われたでしょうね。ちなみにね、指原さんは太田プロですね。あとはこれもだからね、お笑いのところですよね。まあこれね、指原さんもさすがにですね、太田プロから、フワちゃんとはね、さすがにちょっと付き合いやめろとかって言われてんじゃないかっていうね。まあ本当だからね、 友達は選んだ方がいいってね。当たり前ですけどもね。で、ちなみにですね、今回ね、フワちゃんの説明ではですね、A マさんのカノさんとモ本さんは一緒の旅行の時だったけれども、ただね、二人にね、あの投稿を見せて楽しんでたわけじゃないって説明してますよね。しかし、出てたのがこんなのあるんですよ。これね、芸能プロ関係者が言うにはこう言ってるんですよ。今回のスマホを使ったアンチコメント大喜利のようなことをふわちゃんは かつてからやってたそうです。近い芸人仲間ではそこそこ知られた話のようで、これまで事故が起きずに、詐欺になれなかっただけで、この悪趣味なゲームをやるのは一度や二度ではなかったと言います。って言われてるんですよね。だからですね、投稿ね、するつもりはなかったのが本当だとしても、ただね、芸人仲間を見せて、みんなで楽しんでたのは本当っていうね。だからやっぱりね、旅行中にですね、芸人に見せてたんじゃないかっていうね。<laughs> 芸人ですよ、芸人。っていうね。まあ、だからね、ノンさんでもね、森本さんでもない、他の芸人かもしれないですけどね。う うーんって感じですよね。あとね、もうちょっとこの件について言いたいのが、ただやっぱりね、本当にね、この人おかしい。ありえないなって思ったら、その人とね、友達ならないと思うんですよね。だから普通だったらね、フワちゃんの発言とか行動がおかしいって思って、ドン引きしてたら、それね、楽しめないじゃないですか。だから楽しめないから、友達にね、ならないと思うんですよ。なれないと思うんですよ。ってことはやっぱりですね、これね、フワちゃんの友達たちってのは、類ともなんじゃないかと思うんですよ。僕は結構ですね、本当にね、 そうじゃないのかなと思っちゃうんですよ。あ、だからって、この人たちに対して、誹謗中傷は絶対にやめてくださいね。それは良くないんで。まあだからね、悪い人かどうかは分かんないですけれども、ただね、同じような価値観、倫理観だから、一緒にいて嫌じゃない、不快じゃない、楽しいのかなと思うんですよ。だから、友達っていうね、そう思いません僕そう思うんですけれども。まあだから、だからね、あの人もあの人もあの人も、まあね、フワちゃんとね、同じような価値観を持ってるから、友達かなと思っちゃうんですよ。もしくはね、ビジネス友達だったのかっていうね。 まあだからね、どっちにしろ、みっともないというかね、ダメですよね。なんかね、フワちゃんの友達っていうと、こう、フワちゃんには、しょっちゅうこう、注意とかしてたんですけどね、残念だみたいなね、そんな人いるんですよね。まあ、なんかね、そういったスタンスでのタレントさん、まあ、モデルさんなんですから、あの人はね。そういう人いますよね。だからね、いやいや、そこまで注意しなきゃいけない人と、友達にね、ならないだろうと思うんですよ。なんで友達なんだってうね。なんで友達になるんだってね。だからね、ビジネス友達ってことなんですかね。うん。まあちょっとね、以上僕のね、僕の個人的な意見ですけどね。 はい。そして次はですね、ちょっと面白かったのが、これがですね、はい、これ。元ね、テレビのディレクターの、サッキーさん、サッキーさんですね。で、今回だからですね、フワちゃんは、ギリギリまでですね、芸能界、テレビに残ろうとね、あがいてたってことだと思うんですけども、で、だからそのために、実はあのですね、再度謝罪した投稿の文章で、変なストーリー説明したじゃないですか。あれは失敗したんですけども、実はね、結構ね、考えられた文章だったんじゃないか、考えられた投稿だったんじゃないかって説あるんですよ。まず今回ですね、芸能活動をフワちゃんが続けるためには、 やばいことっていうと、まずこれ1がですね、あんな内容を考える人はダメじゃないですか。人間性ダメですよね。そして2つ目が、あんなことを発信する人はダメですよね。その行為がね、誹謗中傷行為ですからね。だからね、これをね、何とかするためには、何とかしたらね、もしかしたら芸能界に残れるかもってあるんですよ。そのために、この2つが必要だったと、これ。1番、発信内容は自分の意思ではない。2つ目が、投稿も自分の意思ではないっていうね。まあ、こうしなければいけなかったとね。なので、あの内容はですね、もしね、 自分がアンチコメントをつけるとしたら、もしですよ、もし自分がアンチコメントをつけるとしたら、っていう、大喜利だったって言ってますよね。だから一番の、これ、発言内容は自分の意思ではない。例えば、大喜利だったらですよって言ってるってね、一番目は消そうとしてるんですよ。だからこう言ってますよね。投稿当時私はアンチコメントについて話をしていて、偶然目にした安子さんの投稿に、これにアンチコメントつくならといった趣旨で、本件の投稿の内容を記載しって言ってますよね。だからあくまで、大喜利だった場合、自分ね、そんなことなんて思ったこともないって言ってるんですよ。一番目は消しにかかったんですよね。そして、さっきのね、二番目の、 投稿も自分の意思ではないにしなきゃいけないんで投稿も事故だったって言ってるんですよね。間違って投稿されたものって言ってるんですよ。だからあんならですね、変なストーリーにしたんじゃないかっていうね。まあ、説ですけどもね。ただそれがさすがにね、無理で誰もね、信用しなかったっていうね。だから実はね、すごいね、無理がある変なストーリーなんだけれども、ちゃんとね、実はね、 考えられていて、で、テレビに残るために少ない最後の可能性にかけるみたいな、それをやったんじゃないかっていう。それでああなったんじゃないかって、まあそういう風に言われてるんですよ。で、これですね、同じくね、テレビ業界で放送作家をしていた鈴木おさん。これからですね、フワちゃんの再謝罪の変なストーリーについて、ドットコネクトって番組、これ多分ね、関西の番組ですかね、ここに、ね、発言したんですよ。こう言いました。今の時代にこの言い訳は、マネージャー考えたものかもわからないけど、古くないですか。今の時代にこの言い訳は、点てん,てん,てん正直にやるしかないじゃないですかって言ったんですよ。 だからもしかしたら、さっきさんと同じようなことを考えてるかもしれないですよね。まあだからね、ってことはですね、これ、テレビ業界の2人は、あのストーリーは嘘だっていう風に考えてるっていうね、2人とも考えてるんですよね。そんな感じっていうね、信じられてないっていう。はい、そして次ですね、次に紹介したのが、これがですね、これ数日前なんですけど、今頃ね、ちょっとじわじわ話題っていうか、燃えてるんですよ。これが、久しぶりにですね、タヌカナさんです。だからね、元ね、e スポーツ選手だった、だからゲーマーって言えばいいのかなゲーマーのタヌカナさんですね。 だからあのですね、2022年の2月にライブ配信で男性の身長について170センチないと正直人権ないんでって言った人ですね。それ大炎上してね、所属してた e スポーツチームも切られるっていうね、クビになるっていう、その人ですね。あ、これ今ね、田中さんですね、ちなみにね、美容整形外科で受付しながら、でですね、配信業とかで、ね、すごいね、結構ね、稼いでると思います。復活してますね。で、そのですね、田中さんが今回の件について生配信でこう言ったんですよ。一昔前だったら普通じゃない時代が変わったという気持ち。 とても悲しいだっけだから、安子さんのね、安子さんのとても悲しいだっけというリプを返してるのも、相手を殺しに行ってるやん。女って感じしたな。さらに、安子に対して、いい人をお振りにしてるけど、お前も嫌いだったんやな。こいつのことっていうのも透けて。と推察したと。で、さらにですね、芸人らしい会社じゃなくて、民主を味方につけて、フワちゃんを殺すみたいなムーブしてると批判したと。で、さらに、すごいですね、続けてですね、こう言いました。芸人は男でないと務まらんと思った。女がそもそも芸人したらあかんよ。女が出てくるから。 そして、今回のことを、もしね、男性芸人だったとしたら、ネタに消化できるし、男だったら、美味しいと思う男なのにさ、てんてんてん。そこで、悲しいですって、え、なに、お前、芸人ほんまやってんのって、って言ってますね。で、さらにさらに、やす子のね、面白くね、返さなかった投稿について、こう言ってます。おもろくしたら、フワちゃん助かっちまうから、おもろくせえへんかったっていうのが、かすないよ。もともと仲が悪かったんかは知らんけど、おもろくして返したら、ただのおもろいやりとりで終わるのに、悲しいって返したら、それも芸人じゃないって思っちゃう。 と、だからね、だいぶですね、安子を非難したってよね。そして、女芸人の存在も否定するってよね。まあ、これで、だからね、狙った通り援助してるんですよ。これ、狙い通りでしょうね。だからね、アテンションエコノミーってやつですね。で、田中さんですね、フワちゃんに対しても言ってるんですよ。これがですね、フワちゃんに向けてはですね、謝罪せんでよかった。追消しもせんでよかった。で、お笑い界に問いを投げかけるというか、こういうのってお笑いであることないはてな。 それで芸人のつもりなんか、ハテナってところで戦ってほしかったな。プロレス仕掛けただけなのに、返してこなかったお前が芸人として間違いじゃない、ハテナっていう方向で戦ってほしかったって言ってんですよね。まあだからね、なるほどとは少し思いますけれども、ただね、実際ですね、フワちゃんのね、そういった方向で言ったらね、どうなってたのかと思うんですよね。おそらくね、まあ、どっちみちそうなりましたけれども、もっとひどく炎上して、結局ね、同じ末路なのかなと思うんですよね。あ、でもね、田中さんの言ってることも僕はね、まあ、なるほどなと思いますけれども、ただ結局ね、まあ結果論かもしれないけれども、フワちゃんはですね、 即謝罪して、即禁止したのが一番良かったんじゃないかと思うんですよね。で結構ね、僕ね、最初からそう思ってましたからね。ただ、ね、これ、自分事として考えると、今回ですね、そうは言ってもね、禁止するってことイコール、Google へ違約金払わなきゃいけないですか。お金払わなきゃいけないじゃないですか。そう考えると、それちょっとできなかったってのもあるかもしれないですよね。あちなみにね、こんな感想がありました。こんな感想。田ぬからのフワちゃん騒動の解説、フワちゃんがプロレス仕掛けたみたいな、そのそもののミスリードを展開して、まじ貴重いな。 即追消しとか、安子と信頼関係気づけてない中での暴言。信頼関係気づけてない中での暴言。そもそも、裏赤誤爆説が強く、上昇案のいじめっ子じゃないかという、そもそも争点なのにな。そこには触れず、強そうなやつに出てますね。まあ、途中までですけれども、そんな感じっていうね。まあ、だからですね、今回確かにですね、フワちゃんね、例のね、投稿ね、追消ししてるんですよね。結構早めに。で、それがスクリーンショットされて出回ってたんですよね。だからちょっとね、安子側も、ボケにくいところもあるんですよね。だってこれね、フワちゃんね、ガチじゃんっていうね。 ガチで安子の悪口言ってるじゃんって、ね、なってたんですよね。あとね、安子はね、あの変身になったっていうのも、僕ね、他にね、理由があると思っていて、今の安子って言ったらですね、もうね、皆さん知ってる通り、24時間テレビのランナーですよね。まあね、だから仕事としてかなり大きい仕事ですよね。大役ですよね。だからここでね、安子が下手に反論とかして、安子のイメージが変わりでもしたら、結構ね、24時間テレビの成否にかかるっていうね。それで、笑いで返す以外だと、とても悲しいだけが限界だったのもあるかなと思うんですね。それもあるかなと思うんですよ。まあでもこのね、 田中さんの件ですけども結構ねニュース記事で結構コメントついてんですよねで結構みんなね色々ね真面目にコメントしてるんですけどもでも多分ね田中さんってですね喋るの仕事なんで適当にねこの件で何か喋ろうと思ってで思いついたね適当な理屈を適当に喋ってるだけだと思うんですけどねそう思うんですけどね別にねはいあ,あと最後ですねちょっとね面白かったのが今回ねフワちゃんとやす子の件っていうと一般の新聞からもうだからね全国紙とかあとね真面目なテレビのニュースにも出てるんですよねでちょっとねその中で面白かったのがこれがですね フジテレビのニュースなんですけれどもで、そこでですね、今回のフワちゃんの再度のね、謝罪投稿の内容について、こんな感じ。40代男性、本当にそうなんかもしれないし、ごまかしてるかもしれないし、正直何も信用できない、許さないですね。20代女性、ないんじゃないかな、そういうことはあって、本当思いますね。これがですね、なんだね、街頭インタビューしてるんですよ。まさかのでしょっ何やってるんだっていうね、ちょっとね、なんか,なんか僕、ちょっとつばらったんですよ。もう何やってんだっていうね、この件でっていうね。まあでもね、これね、 しばらくはフワちゃんは海外で楽しくやると思うんですけども、ただね、ちょっと思うのが、そうは言ってもね、今後ね、Google とかへの違約金とかどうなるのかっていう感じですよね。最悪自己破産ですからね。はい、ということで、今日はですね、こんなところでございます。